どうも影山です今日はですね「和がんの体操教室」ということについてお話したいと思います。えー、僕が考えてることですね、そのまあ、商売というかその、えー、仕事の中でですね、その体操教室、えー、これはカッコカリと、えー、名前は仮と「和がんの体操教室」っていうのは、まああのー、そのタイトルするか分かんないんですけども、えー、その体操教室というのはですねその いわゆるそのオリンピックのような体操ではなくてですね、まあえー、エクササイズというか、まあ、ストレッチとか、えーまあ、ヨガはまだ分かってないですけども自分のセルフケアとかねそういうことをねこう取り入れたものをこうしてですねその、まあ、基本的にはお年寄りですねお年寄りがこう 我がんせの体操教室に通っていただくことによってですね、えー、健康を維持していただいたり、えー、悪かった状態が良くなるようにこう日々の、ね、こうやり方をそこで覚えてですね毎日それをこうエクササイズをしていただくことによってこうより良くなっていただく、えー、そういうことをこうになればいいかなということでその体操教室をこうしたいなというふうに考えております。で えー、その体操教室をこうすると決めた場合にですね一応僕が考えてるのは1週間に1回ですね1週間に1回それも、えー、だから月4回ですね月5回ある場合はまあまああのー、その5回目は休もうかなというふうに考えておりますけどもその4回の、えー、月4回の体操教室をしたいなというふうに考えておりますまずその 体操教室をするっていうことはまあ、えー、すごい来ていただくお客さんですね、まあ、お年寄りが多いと思うんですけどもそのお客さんが健康になってもらうことっていうことはまず第一にあるんですけども、えー、それ以外に僕にとってこう商売をする上でのメリットが結構いろいろとあるということですね。そそれはまず、ね、その自分がこう新しいこうチャレンジをそこでする えー、外から見たら別に大したことじゃないかもしれないんですけども僕の中ではそういうことをするっていうのは、まあ、新しいチャレンジになっていくということですねほんでそれをこう人前でそういうこうまあ10人ぐらいまで増やしたいなと思ってるんですけどそれぐらいの前でこう自分のこうやり方を伝えてですねそれが。 しっかりとできるようになるようにこう持っていくっていうのは一つのこう勉強になるかなと、うん、ゆくゆくのことでいろいろとこう役に立ってくることがあるんじゃないかなというところであります。それとですねまずえ自分のお店ですね「和ガンセというお店のえ宣伝というかねわガンセをやってる人間が僕やと。 いうこ,とでこういうことをしている人間が「えー、ワガンセという、えー、ボディケアと足つぼのお店をやってるんで星さん一回行ってみようかなとかいうことをこう思ってもらえるかなというところですね。でその場所がねわがんせの集客だけを考えるんであればその地元の近所でね、えー、それを開くことが、えー、ベストかなと思うんですけども僕はそれをあえてしない。 ちょっと難易度を上げてみようというふうに考えております。で車でですね15分ぐらいですかね15分から20分ぐらい離れたところでこうやろうというふうに考えております。だから結構田舎のところでこうやってみてそっからゼロからやってどこまでねその体操教室にお客さんが来てくれるか。 ととということとそれでこうお客さんがまあ来ていただいたとしてそこからですね、えー、そのことからによってです、ねえー、自分の和がんに言うたら15分20分車を走らせて来ていただけるお客さんがどれだけおられるかでもしくはそこからのこう口コミか何かねその紹介によって来ていただけるお客さんがどれだけおられるかと。 いいいうううここことととをこうやってみたいとでそかかからのの集客もでできるどすねその近所でやればね近いんで例えばすぐにこう来れるんで来やすいんでその集客としては近所でやることがこう正解やと思うんですけども僕は個人でやってるんでその一人でやってる部分で言うとそこまでその集客をむちゃくちゃしないといけない状況ではないんでそういう。 集客テクニック的なテクニックというほどでもないですけどもその、えー、こう流入されやすいようなね形を取る必要はなくてですねちょっと難易度を上げてそれでもこう来てもらえるような形を取れるかどうかというか自分はどこまでねこう自分を高められるかっていうことにこうどうして動くんであればしたいんで、えー、そういう形を取ろうかなというふうに考えております。 それとです、ね、そのその先をまあ見ているというかその体操教室をこうやっていろんなことがこうつかめてきた時にですね、えー、さらにステップしたその、えー、教室というか講座をこう開いていくとそこはね、えーまあ、お年寄りというよりはこう専門というかですねもうちょっと深いところへこう を知りたいと思って来られる方にこう来ていただく形を取りたいなと。 だから科学も全然変わってきます専門性も変わってくるということですね。それとね体操教室をすることによって自分がもちろんやれるような状態になることもそうですしそのためにいろいろと勉強して自分がそれを実践することそれでそこから何かを生み出すことができるかなということですね。まあ、勉強するのは当然こうベースとしてあるんですけどそこから自分が何かを生み出してですね 自分のオリジナルをこう作れるるようになななんじゃないかなとそれをね、えー、家でただやってるだけやとなかなかね、えー、そこまでこう生み出せないかもしれないんですけど実際にね、えー、具体的にその体操教室をやることによってですねその次の展開ということがこう見込めるというかそういうことがこう,こう導かれていくかなという形ですね。 体操教室をする場合僕が考えている今考えているんでいうとやっぱりこう月曜日かなという感覚があるんですね。で月曜日のまあ午後ということですね。月曜日の、えー、午前中っていうのは結構忙しい方多いです、ね。いろんんなこととをするる昼からちょっと時間があるんで 対象教室でも行ってみようかという感覚になるかなというところを読んでですねまあ1時ぐらいからスタートするとするとですねまあその日月曜日の我がんのね、えー、営業がですねこう潰れてしまうとまあ午前中なんとか1人ぐらいはできるんですけどもそれ以外できないという形になるんでですねそこはこう、えー、せっかくねお客さんが来ていただくという形を取って取らせていただいてるんで あの人を雇おうかなということとですね雇うといういかですねまあ請負いみたいな形で、えー、やっていただく形ですねでうちは家なんでかなりこう、えー、信用信頼お互いに信頼できる人をこう雇うまあ最初からは分かりにくいんですけどもその僕のね持ってる知識、えー、技術っていうのはもう余す、えーまあ、そこなく全てお伝えしようと。 いうことを考えておりますほんで基本的に部合制というところですね。で、月曜日をこう午前中から入っていただいてですね。で、一応その価格は今のこうお店の価格でさせていただいて、えー、そこからその、えー、とですね、うん、そのスタ,んスタッフさん、雇ったスタッフさんに、えーまあ、1時間でおいくらと。まあ いう形ですまあ15分でいくらっていう形でそれが60分やといくらっていう形で、えー、さしていただこうかなというふうに、えー、考えております。うん、ほんでうんとですねまあまああのー、最低保証もつけないといけないでしょうから、まあ、そんなに高い金額は最低保証できないですけどもその最低保証をしながらですね、えー お客さん来ていただいてそのお客さんを満足していただけるというお客あのスタッフさんをね1人募集しようかなというふうに考えております、うん、でしっかりこう責任感があってこう挨拶がこうしっかりできる方であったりまあまあ気持ち的にはまあ優しい方ですよねそういう方をこう雇う形でいこうかなと。で えー、僕の決めたルールにはこうしてがし従ってもらわないといけないんでそれがしっかり守れる方ということになるかなというふうに思います。ただこれがねしっかりとできるかどうかその時の状況によって分かんないですけどもうん本当はですね、えー、自分のこう目標としては来年の4月ぐらいにしたいなというふうに考えております。ということで今日は「我慢性の体操教室」。 ついてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。